そして今夜は天下の悪法お犬様が、世はお犬様の時代、1685年頃の江戸時代にタイムスリップ。五代将軍綱吉が発するお触れ書きが平和だった江戸の町を恐怖に陥れる。24年間にわたってまかり通った悪法生類憐れみの霊、大混乱の町から生中継でお伝えします。どうなる日本。そして今夜の特集は、お犬様を守るのじゃ。天下の悪法はこうして生まれた。生類憐れみの霊の陰に将軍綱吉の母が、玉の輿人生からの転落、そこから這い上がった女の恐るべき執念とは。さあここからは326年前にタイムスリップ、その気分になってお楽しみください。世紀のワイドショー、ザ・今夜はヒストリー。お待たせしました、今夜はヒストリー。今日も大事件ですが、はい、犬っぽい顔してるね。あら、それは褒め言葉です。え、いや、かわいいなということですよ。あ、嬉しい。ね、はい、それがよ、この1685年の今日、天下の悪法誕生、生類憐れみの霊。徳川綱吉っての知ってるの？暴れん坊将軍の何代か前ぐらいしかわからないです。あ、すいません、お伺いになりました。ちょっとごめんなさい。私が喋ってる時もですね、この後早速現場と中継がつながったということですね。奉行所前ということなんですが、何が起こったんでしょうか。蓮見アナウンサー、お願いします。はい、関口さん、聞こえますでしょうか。現在は生類憐れみの霊の最初のお触れが出てから2年が経過した上京4年1687年です。ご覧のように江戸の町には多くの犬が闊歩している状況です。そして私がいますのが現在注目の裁判が行われている奉行所の前です。被告は下館藩主増山正美の家臣、罪状は噛みついてきた犬を切ったというものです。まもなく生類憐れみの霊に違反した被告に対し判決が下されるということで、大勢の町民が奉行所の前に詰めかけています。果たしてどんな判決が下されるんでしょうか。お、ちょっと動きが次第現場からお伝えします。臨場感、とんでもないことが起こってるの。ねえ、犬が噛みつこうとしたのを身を守るために切ったんでしょ。正当防衛じゃないんですか。ねえ、だって犬ってダメって言ったら覚えるじゃない、はい、だけどそういうこともできないわけでしょ。今な、どうしました。ダメって言う、ダメって、あ、ダメだ、そう、ダメそんなことしたらダメなの。奉行所前でまた動きがあってですね、蓮見アナウンサー、お願いします。関口さん、こちらもう間もなくで判決が出るものと思われます。すいません、どんな判決が出ると思いますか。いや、重くても閉門ってとこじゃないかな。あ、来ました来ました、注目の判決は、あ、正門です。犬を切ったという下館藩主増山正美の家臣に対し切腹という判決が下りました。大変厳しい判決です。あの人はスーツ着てんだね。犬切り捨てて切腹ですよ。厳しすぎる。厳しすぎるだろう。納得いかないでしょ。ね、かわいそう。かわいそう。でも現実に今そういうことは起こっとるわけ。さらに続々と判決が出ているんですね。こちらちょっとご覧ください、うん、まずこちら土浦藩主の家臣がやってしまいました。こちら罪状、噛みついてきた犬を切って怪我をさせた。怪我ね、死んでないんでね、犬は。はい、そうなんです、はい、判決は江戸払いということで、江戸永久追放です。でもフラッと入ってきても誰も気づかないんじゃないですか。いやいやいや、とんでもない厳しいよ、当時は。はい、ちゃんとチェックされる門みたいなあるもん。さあ次なんですが、庶民町人です、うん、犬を切り殺して、これは殺しちゃったんだ。あ、それはひどいな。しかも捨てたということで、うん、どんな判決が下ったのか。貼り付け、疲れる。そうです、柱などに縛り付けられて槍などでこう疲れて処刑されるという、だったら名前貼り付けじゃない方がいいですよね。槍刺しの方がいいですよね。厳しい、そう、信じられる。もう一つ行きます。さらにはですね、辻番、これ武家屋敷の警備を行っている人なんですが、うん、この人何をやったか、子犬を捨てた。噂によりますと、うん、井戸に捨てたんじゃないかというふうにも言われてますね。井戸、ということは犬は死んだから。はい、判決は、うん、引き回しの上、獄門。獄門ね。
これは打ち首されて、うん、さらにその首が3日間さらされるという非常に厳しい罪ですね。引き回しは何ですか？引き回しはこいつだこいつだって見せられるわけ。首をこれから首切りますよって。そう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 。どういう顔して見ればいいんですかね。はい、見る側の我々としては、まあなんかな、ただなんでこんなことになったかね、理解できない。できない。だちょっとこちらをご覧いただくと多少の推理はつくかもしれません。へえ、そうなんだ。生類憐れみの霊。江戸時代が始まって80年ほど経った頃、世の中は戦のない平和な時代が続き、好景気に沸いていました。将軍は第5代徳川綱吉。綱吉は学問が大好きで、特に慈悲の心を重んじる儒学に熱中していました。当時江戸の町では飼い犬も放し飼いが当たり前、野良犬との区別もない状態で多くの犬が町にあふれていました。江戸の人口は100万人弱、それに対して徘徊する犬はおよそ10万頭。町民に噛みつく犬も現れ、社会問題になります。こうした状況の中、町民の中には犬に虐待を加える者が現れます。綱吉は犬への虐待に激怒、犬の保護を命じたのです。最初の発令は上京2年7月14日。当初は動物を大切にしましょうというごく常識的なお触れでした。ところが無視する者が続出。そこで虐待防止のため犬目付という監視員が誕生します。こうして法律は次第にエスカレートしていきました。生類憐れみの霊とは、およそ20年にわたり将軍綱吉が出し続けたいくつもの動物愛護に関する法律の総称。これにより江戸の町は大混乱、人よりも犬が偉いという時代になったのです。すごい。これでもまだ納得いかんでしょう。犬が多いからってね。すごい時代ですね。すごい時代。じゃあヒストリーボード登場します。この番組はジャパネット高田とご覧のスポンサーの提供でお送りします。これに沿って野田アナウンサーが、はい、現在生類憐れみの霊に江戸中が大混乱しておりますね、うん、さあこの法律を生み出したのがこちら第5代将軍徳川綱吉なんですけれども、この方犬を大事にするということで今犬公方と呼ばれております。そしてこの生い立ちなんですけれども、第3代将軍家光の四男ということで、まあ家康から数えますとひ孫にあたりますね。エリートじゃん。エリートです。もう直系直系。さあそしてこの徳川綱吉なんですが、趣味はこちらです。学問能楽書画ということで、勉強好き、さらには芸能に造詣が深いということで、まあ、戦国時代から続いてきた武闘派の将軍とは一線を画す文化系の将軍なんですね。だってもう大体5代だから、はい、もう戦争もないし。そうです。だから結構平和な、まあ、時代としてはいい時代なのかもしれない、うん、でもこれ言い方変えたらオタクですよね。ね、インドアやしね。石垣さん鋭い。こちら性格を見ていきますと、うん、はい、潔癖で執着心が強いということで、まあ、オタクの要素があるわけですね。なるほど。この方一度怒らすとなかなか収まらないということで、うん、誰も意見が言えない、つまり、まあ、独裁者のようだと。じゃあこんな法律作るぐらいやもん、ね、ただ綱吉という人はその悪いことばっかりしてるわけじゃなくて、今1日3食食べますよ、ね、うん、あれがこの時代からぐらいなんですね。それまでは2食ですね。それは綱吉が言い出したんですか。いい、そういう時代を作った人なんですね。時代、いい時代では、お金が流通するという。あ、なるほど。それからそのお金が流通したおかげで物が豊かになりますよね、うん、そうすると美味しいという価値観ができたのもこの時代なんです。それまではお腹いっぱい食べれるというのが一番のその幸福だったんです、うん、へ、今度味を言えるようになったのはこの元禄時代、綱吉の時代なんです。元禄と言いますよね、はい、いい時代ですね。そんな綱吉がなぜこんな法律を作ってしまったのかということ、うん、そこだよ。想像つかないでしょ、はい、なぜかって言われた。だって今のところ動物好きエピソードそんなないですもんね。でしょ。そうですね、うん、ちょっとその理由がですね、もしかしたらここにあるんじゃないかと当番組で見ております。生年月日、正保3年1646年1月8日5日8日ちゃうね。天才だな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 。実はこの年というのは犬年なんです。
はい。ちょっと待って。何それ。ひどいな。説得力何もない。え、だから、ね、私、はい、羊年。はい。別に羊を暴れもうという気持ちはそんなにない。あ、そうですか。おかしいそれ。おかしい。私イノシシ。売り棒ですら嫌。ここでですね、新たな情報です。今度は、中野からの中継です。はい、中野、私は今江戸郊外にある中野村に来ています。ここは平成の世では JR 中央線が通る場所です。さて、幕府はこの度主人のいないお犬様専用の巨大保護施設お囲いをオープンさせました。何それ。この施設広さは東京ドーム20個分、収容できるお犬様は10万頭という情報も入っております。町の人はどう思っているんでしょうか。ちょっとよろしいでしょうか。 お犬様専用の施設が完成しましたが、いよいよお犬様の天下だぜ。なんでも犬小屋は総ヒノキ作りっていうじゃないかい。おいらもお犬様になりてえよ。本当、ご覧ください、専用のカゴに乗せられたお犬様が続々とお囲いの中へと入っていきます。なおこの政策は犬と関わるのを恐れた町民が次々に飼い犬を手放したため野犬が急増しているという事態を受けての対応だということです。以上、お囲いの前から中継でお伝えしました。かっこいいよ土田君。でもあれなんですね、やっぱもう飼ってる犬 もう手放すんですね。やっぱもう飼ってるといろいろもう関わってると面倒くさいことがある。そうだろうな、問題が起こるからね。もできないってことです、うん、今お犬様を保護する施設お囲いというのができました、うん、地図が入ってまいりました。こちらです。はい、江戸城から西に8キロ行ったところ、ここが中野のお囲いなんですが、未来の平成の地図で見ていくとこんな感じになります。見てください、ここ JR 中央線ですね。ゆくゆくこうなるらしい、ね、で、この橙色の部分ですね、うん、で中野ブロードウェイ入っちゃってるじゃないですか。はい、そうなんですよ。私の聖地が入ってますよ。いけないよ、いいね、そんなにいっぱいいたら、あんな広いんだ。この広さは、はい、29万坪、東京ドーム20個分でですね、お犬様どれぐらい収容できるのか、収容数はこちらです。はい、およそ10万頭。ちょっと待って、さっき街中に10万頭いたんじゃない。はい、なのでほとんどの犬をみんなここへ移そう。そうなんです。まあ江戸からですね、犬が消えかかったという状態なんですよね。そうなるだろう、ね、はい、さあ、そしてお犬様は食事は1日どんなものを食べるんでしょうか、こちら見ていきましょう。1頭です。1日1頭につき白米3合、味噌、干しイワシ。もう我々庶民白米なんてほとんど食べられませんからね。待ちなさい、イワシと白米ってごちそうだよこれは。本当、運営費は年間どれぐらいかかるのか。金かかるよな、こちらです。年間35,000両、平成の世でいうおよそなんと28億円です。すごい。もう幕府の負担もありますが、うん、他になんと町民が負担するんです。つまり町民がですね、お金を払って自分たちよりもいい食事をお犬様に与えるという非常に皮肉な結果になってますね。すごい。でもこれですよ、ほら怒りがね、怒りがバカと。すみません、ここでホラガイが鳴りました、うん、なんとですね、この悪法を生み出した本人、なんと将軍徳川綱吉が自ら会見を行うということです。しっかり聞いて。それではこれより上様が特別に会見を行う。将軍綱吉は一体何を語るのか。将軍、聞きたい。それではこれより上様が特別に会見を行う。質問のある者。将軍、お犬様を大事にしすぎだと不満の声が出ています。まだ続けるおつもりですか。まだまだ手ぬるい。そして今後お犬様の虐待を見つけ報告した者には賞金を与えようと思っておる。賞金？さすがにそれはやりすぎじゃないですか。お犬様も人も同じ命、まだ分かるのか。怖い。綱吉公、一連の生類憐れみの例には母君の継承院さんが絡んでいるという噂もありますが。継承院、お母さん、それはそちらさんの知ることではない。会見は以上。ちょっとお待ちください。終わった。なんかちょっとなんか引っかかった。お母さん、お母さんのこと言ったら急に恨まれた。お母さん NG ワードでしたね。急にだって会見やめちゃうから、ね、沢尻エリカだってもうちょっと会見やるでしょう。まあ、この先のいつ
の時代もああいう人いるんですからね。さあ、ここからはベテラン巨匠アナが登場いたします。はい、本日の担当は2度目の登場ですね。絶叫型スポーツアナウンサー、言葉の天才、ドイット周期アナウンサーです。阪神ファンの千秋さんのために聞きたかったです。まあそれぐらいこううるさくやらなきゃいけないもんです。とんでもないです。これバラエティー用ですから。普段は普段こんな説教しませんからね。はい、さあここからは大変大切なところよ、はい、ね、よくわからない、なんでこんな悪法がまかり通ったか、そこをご説明してまいりたいと思います。はい、よろしくどうぞ。天下の悪法、生類憐れみの霊、なぜ生まれたのか、そこには綱吉への母の行き過ぎた愛情と犬年で会った将軍と謎の構想が絡んでくるわけです。それを紐解くためにはこれを見てください。家系図を見れば日本がわかる。さて、この徳川綱吉の父親というのが三代将軍の徳川家光、うん、家光の父、つまり綱吉のおじいさんにあたる人が二代将軍の徳川秀忠。その性質が皆さんお存知の小郷であります。徳川秀忠の父親、つまり綱吉にとってはひいおじいさんにあたるのが初代将軍の徳川家康です。つまりひ孫にたどっているこのルートというのは将軍継承の王道とも思われがちですが、そうではないんです。そこで鍵を握るのがこの人、継承院。継承院の人生というのはこれなんです。波乱万丈で奇跡の大逆転人生でありました。なぜかこの継承院さん、京都の八百屋さんの娘として生まれています。つまり将軍家とは全く関係がないんです。そうなんです。ただこの人は絶世の美女でありました。13歳の時に早くも大奥にスカウトをされます。京都にいたのに。絶世の美女ですから、もうやはり時の将軍家光のお目に留まって側室となります。庶民でなんか愛嬌があるで美女でやるということですから、大変に覚えがめでたかったわけです。で、寵愛を受けて二十歳の時に綱吉を産みました。つまり将軍の息子を産んだんですよ。そうだ、八百屋さんの娘、当時としては考えられない。これまさにシンデレラストーリーと言わせて、何がシンデレラかというわけで、名前が玉さんでしたから、それを取って玉の腰という言葉の語源になったと言われています。すごい。本当なの？いや、すごいすごいすごい。ただ将軍の息子を産んだんです、うん、そうなればこの息子を将軍にしたいと願うのは母の気持ちですよね。それは当然そう思いますが、ただ家光にはすでに長男の家綱と、それから三男の綱重という二人の息子がいました。ここに次男もいるんですが、すでに死んでいます。これは奥さんが要するに違うんです。全部側室側室違うんです、うん、違うお母さんの中に二人もお兄さんがいました。つまりこの綱吉というのは四男ですから、存命のお兄さんが二人もいるということになりますと、これは将軍になる可能性っていうのは極めて低いわけですね。これ考えれば、野球で言うならば、例えば、まあ、クライマックスシリーズに3位ギリギリで入ってるから、うん、日本一なんかちょっと無理だろうと思うようなもんですよ。それは可能性がないと思っていた綱吉、実際に三代将軍の家光が亡くなりますと、そのまんま順当に長男の徳川家綱が四代将軍となりました、うん、将軍の可能性がなくなったこの綱吉というのは、その時に館林藩主へと変わります。もう将軍の可能性がありませんからね、うん、さあこの時に綱吉の母親継承院は25歳です、うん、25歳の時に江戸城を出て出家をいたします。綱吉6歳、ああこの長男の家綱と、それから三男の綱重さえいなければ、この目の上のたんこぶさえいなければ、将軍の母親になれたであろうこの継承院は出家をするというわけですから、うん、江戸城を去っていきます。ああこの二人さえいなければ、私の逆転人生もまだまだ続きがあったのにと思った矢先、いや矢先ではありません、29年も経ってから奇跡が起きるんです。29年も経ってから何の奇跡が起きたのかというと、四代将軍の家綱は40歳にして命を落とします。この人病弱でしたから息子がいませんでした。ここに息子がいない。今度は綱重、今度は綱重ですよね。綱重の可能性が出てきますが、綱重はすでに35歳で亡くなっています。綱吉チャンス、チャンス来ました、うん、綱吉にチャンスが来た。ところがやはり目の上のタンコブというのはこういう存在なんですね。綱重には家信という子供がいた。これで将軍になる可能性が2人いた。特にこの家信の方が可能性が高いと言われていたんですよね、先生。はい、ところが幕府の官僚の中にはこの家光の
血筋に近い方をと押す声があったんです、うん、それが例えば光圀公、そうだな、光圀公もこの綱吉を推薦したと言われておりまして、うん、なんとこの方35歳にして遅咲きで5代将軍となるんです。去年の千葉ロッテマリーンズのような3位でなったのに日本一になるという史上最大の成り上がり、これに完成なんです。なるほど、そうなれば継承院様は54歳という、これまたこの年で将軍の母となるわけです。出家した人が戻ってこれるの？そうなんです。今度はもっとでけえ面をして江戸城に帰ってくる。大きな顔で夢が叶うんですから、これぞまさしく大願成就というわけで、29年ぶりの返り咲きなんです。すごい大逆転人生ですよね。それもすごい。すごいね。もう夢が叶った。わからんもんだね、人生っつうのはね。まさに29年も待って夢が叶う。これぞ奇跡でしかありません。というわけで、当時から仏教に大変熱心な方。ああ、こんな奇跡が起きるのは仏様のおかげですというわけで、この方ますます継承院様は、仏教へとのめり込んでいきます。それともう一つ、大変にこの綱吉に対する教育熱心な方としても知られていまして、綱吉には学問を進めていました。それが儒学です。儒学というのは親を大切にしなさい、年長者を敬いなさいというものです。ですから母親の言うことは聞くというわけで、母の言いなりの将軍ということになります、うん、だけどまだその生類憐れみが誕生しませんよね。一つ、この我が世の春ともいえる継承院にも心残りがあるんです。それは後継ぎなんですね。あ、いけない、線伸びてない、はい、あの綱吉は側室の間に徳松という子供ができましたが、うん、これ将軍になる前です、うん、しかもこの徳松は5歳の時に死んでいます、うん、その後は息子が生まれなかった綱吉、うん、一体どうしたらいいんでしょう。仏教に大変熱心なこの方はあるお坊さんに相談をいたします、うん、継承院の相談したの相手が劉光。この智則院というのは当時の将軍家の祈祷などをするお寺なんですね。その智則院の住職であり、大変に信頼を置いていたんです、うんうんうん、その劉光が一体何を言ったかというと、綱吉様の跡継ぎが生まれないのは前世の摂政が災いをしているから、うん、その綱吉様は犬年ですから、うん、犬を大事にしなさいと。へー、さあこれで揃いました、うん、母の綱吉に対する跡継ぎが生まれてほしいという行き過ぎた愛情と、その将軍がたまたま犬年であったこと、そこにこの劉光の入れ知恵があったというわけで生まれたのが生類憐れみの霊。そして24年間それは続きまして、お触れ書きは130以上を超えるというそういうこと。そうだったんだ。さあどうですか、納得いきましたか。前世の摂政の災いとか言われても分かんない話じゃないですか。そうですね、でもこれでなんとなくね、解けましたよね、謎がね。見えてきた。見えてきたね。こんなに頑張って作った生類憐れみの霊ですが、その効果残念ながらなく、結果お世継ぎができませんでした。奇跡の人生もこれにて幕を閉じることになります。継承院79歳、世継ぎを見るままこの世を去るというわけでした。すごい長生きですね。長生きやんね。そして79歳で亡くなった継承院の5年後、綱吉もこの世を去りました、うん、じゃあこの後6代将軍が一体誰になるのか、うん、目の上の炭鉱部だったこの人なんです。そういうことね。5代将軍を争った家信が6代将軍となった、うん、ということです、うん、流れとしてはそうだよね、うん、どれだけ執着を息子っていうか孫が生まれることに執着するってことは権力欲でしょ、うん、そうそう。だからそれがすごかったんだなと思って。すごいです。我々の想像を絶するようなことだったんじゃないですか。そうですよ ねこれで大河ドラマいけますね。はい、何年後かの、はい、これ面白いですよ。さあその後でございます。お母さんで何か推理がつきますか。マザコン。え、マザコンである。マザコンだからって犬になぜ行くんだってなりますよね、うん、それはゆっくりと多分謎が解かれていくと思います。そうですね、今のところの情報はここまでということなんですけどもね、うん、だから最新の情報ですと、やはり密告が行われているということで、密告が出た、はい、こちら左官屋さん嘉平さんの娘さん下さんという少女がいるんですが、うん、密告しました。被告大工さんの弟子一兵衛さん、罪状は犬を切り殺したということなんですが、うん、刑罰はこのようになりました。江戸引き回しの上獄門、そして密告したその見返りに賞金が出たようなんですね。その額は50両、平成の世でいうおよそ400万円。めっちゃ探すわ、犬いじめてる人。ねえ、探すか。もう作りまくる。作りまくる。なんか作りそうですよね。え？お金欲しさに。本当。やってない冤罪が。
だからこれはまあ魅力っちゃ魅力だね。そうですね。まあでも人が死んでしまうわけですからね。え、ねえ、なんか狂信的すぎてちょっと怖い感じ。なんでここまでするの？うん、根本がなぜなのかが全くわからないですもんね。わからない。これね、犬年の人ってね、変人多いんですよ。問題になりますよ。犬年いらっしゃいますか？犬年の方。はい、私犬年です。あ、そうだと思ってたんですよ。だってさっきからなんかいかにも綱吉に会ったことあるみたいな感じ。おっと、すみません、ホラガイが鳴りましたね。ここで速報です。なんと新たなお触れ書きが出たようです。現場の蓮見アナウンサーお願いします。つい先ほど新たなお触れ書きが出た模様です。ご覧のように大変な戦いができています。大丈夫ですか関口さん。つい先ほど新たなお触れ書きが出た模様です。ご覧のように大変な戦いができています。なんと金魚です。町民たちが飼っている金魚を富士山にある正常工事という寺の池に放すようにとの命令です。とうとう犬以外の生類にもお触れ書きが出てしまいました。一旦スタジオに返します。何がいかんと言ってんの？とにかく金魚はダメだということで狭いところへ囲うのがいかんと、こういうことです。そういうことです。だからもう話してしまいなさいと。はあ、犬猫に始まったけどどん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 エスカレートしていくわけですか。はい、もう事態は深刻です。もう庶民の生活を締め上げるお触れ書きが続々と出ているんです。ちょっと見ていきましょう。まずはこちら、魚釣りをして遊ぶことを禁止する。キャッチャーのリリースさ、もうダメです、ダメです。針がここ引っかかったらかわいそうやもんね。あとご飯食べられへんから、魚が痛いじゃない。そう、残念ながら庶民の娯楽がなくなってしまう。娯楽をなくしちゃう。高島さん、逆にちょっと本当会って話してみたいですね。誰に？この犬同士の変人に。さあ、そしてこちらもお触れ書き出ております。食料として魚鳥を養うことを禁止するということなんですよ。食べるもんなくなっちゃうの？食べてはいい、食べてはいいの？あの、一つ困ったことがあって、生きたまま生き物を確保しないとやってられない飲食店ありますよね。そこが大打撃を受けるんですよ。例えばうなぎ屋さんが大ピンチ。うなぎいかん。はい、これニョロ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 、あれが生きがいいからうまそうに見えるんだけど、ダメダメなんですよ。あら、でさらにはですね、こちら、動物に技を教えて見せ物にすることを禁止。今人気を集めている商売があるんです。はい、蛇使い。はい、そんな蛇使いが路頭に迷ってしまうんです。これ大変です。はい、蛇使いが失業。失業しちゃう。これじゃあ蛇使いと蛇が涙の別れとかね、いろいろあったでしょうね。あったんだろうね。もう本人もさ、うなぎも魚も食べられへんくなるやん、こんなん作ったら。そうですね。あ、そうだ、独裁者は何食べてたんですか？いや、あの、彼はそういうの食べる意思がないんです、あんまり。ない。え、じゃあ野菜とかを食べてるんですか？食べてます。マイケル・ジャクソンと一緒ですよね。そう。徹底してるんだ、本人が。はい、まず本人も徹底するのはいいんですが、今の話のようにそのどこまでがどうでこうでというのが分からなくなってくるわけですから。ライン引きが分からないです。はい、はい、とにかくエスカレートする一方ということなんですが、なんか来たよ。そのエスカレートの一途をたどるこの問題に、徳川御三家のなんと水戸家から水戸光圀公がコメントを発表するということです。はい、どうしてよろしいですか？近寄ろー。すごい。はい、すいません、どうしてよろしいですか？近寄ろー。やっぱり良いではないか。光圀公、常吉公の生類憐れみの霊に関して一言お願いします。人を憐れむ心を動物にまで広げた気持ちは理解できる、うんうん、しかし少々行き過ぎておる。お、さすがだ。実はわしも農民の者に屋敷の鶴を殺されての。え、その農民は処罰されたんですか？いや、やめた。その者を殺しても鶴は生き返らんからの。この将軍、将軍ならどうされるかの。ハッ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 。
光圀らしい、ちょっと遠野英二郎さんの芝居のパターンでしたね、そうですね。でもなんか分かってるね、この人分かってますね、もっともっともっていう、はいはいはい、はい、さあその光圀公のプロフィール見ていきましょうか、はい、こちらです。第2代水戸藩主、本名徳川光圀ということなんですけども、うん、皆さんはねやはり水戸の黄門様で親しんでらっしゃるでしょうね、うんうん、知ってる。でこの方最大の功績がこれです。大日本史の編纂、あの全国に水戸藩のそのいわゆる歴史を扱う人間を派遣しまして、うん、あらゆる資料を集めてあの歴史を編んだわけですね。そんな大したことしてるの、すごい、ね、そうなんです、ね、ですから学問が好きですよね、うん、なので同じ学問好きの綱吉に共感を覚えていたと、うん、だけれども生類憐れみの霊だけは反対してた、ね、これだけはどうもいかんと思ってたんだ、うん、まあ、それにしてもその将軍綱吉に文句を言える人ほとんどいませんからね、うん、光圀さんは言えるんです。ということで将軍綱吉との関係こちら見ていきましょう。家系図です、うん、まず初代将軍家康さんにはたくさんの子供がおりました、うん、分家します。中でも有力なのが尾張徳川家、紀州徳川家、水戸徳川家というこの御三家ですね、うんうん、そしてこの光圀公はですね家康さんの孫にあたりますね。そうか。で綱吉さんは家康のひ孫ですから、この将軍綱吉からとってみればこの光圀さんは、まあ、王子、まあ、大先輩ということが言えますね、うん、徳川家の中で綱吉を将軍に一番推したのは実は光圀なんです。じゃあ本当はあいつじゃないか。責任感じたんです。すごい。責任ももちろん感じてると思いますし、うん、言うべきことはやっぱり言ったようですけれども、うん、残念ながら相手が独裁者ですから、なかなか水戸黄門をもってしてもなかなか言うとりにはいかないと、うん、さあそしてここでホラ貝ですね、将軍綱吉の側近中の側近です、幕府ナンバー2の柳沢義康さんが会見を行うということです。ご覧ください、うん、こちら江戸城です。柳沢義康さんがいらっしゃいました。よろしくお願いいたします、うん、まず伺いますが、この生類憐れみの霊は一体どこまでエスカレートするんでしょうか。上様には深いお考えがあってのことじゃ。しかし国民は将軍のことを陰で犬公方と揶揄していますよ。弁慶でござる。口を慎め。それでは側近であるあなたも綱吉公と同じ考えということでよろしいんですね。それは拙者の考えはどうでもよい。上様のお考えになることは全てじゃ。柳沢様、どうじゃ。先ほど伝中いますの何、浅野は会見はこれで中心にいたぞ。ごめん。いやちょっと柳沢さん、柳沢さん、ちょっと、柳沢さんが突然会見をキャンセルしまして、ただならぬ表情で会場を後にしました。一体何があったと言うんでしょうか。ここで情報が入ってきました。これはスクープです。傷害事件です。赤穂藩主である浅野匠守容疑者が江戸城内の松の廊下において高家筆頭吉良幸助之助さんに突然切りかかるという前代未聞の事件が発生しました。柳沢さんはどうやらこの事件の対応に入ったようです。吉良さんの怪我の具合、浅野容疑者の動機など詳しいことはまだ判明していません。さて生類憐れみの霊で江戸の町が混乱している中、またしても大変な事件が起きてしまいました。一旦スタジオに返します。この時代なんや。どう、うん、中心蔵だよこれね。え、私もっともっと前の話と思ってました。そうだろう、お犬様でみんな大変な問題が大きい、うん、その同時に大石蔵之介が時代決心をし、はい、仇討ちを決め、不破和右衛門が槍を振り回していたというね。そう、詳しい。同じ時代ですよ。もうすごいですね、柳沢義康という人が最終的に赤穂浪士、まあ、この後敵討ちに行くわけですけれども、うん、あの赤穂浪士を切腹させる最終決断をしたのがあの柳沢義康だ。リンクしてきましたね。はい、リンクしてきました。頑張ってください。はい、はい、さあ、再び、奉行所前と中継ということなんですが、また新たな事件でしょうか。はい、こちら奉行所前です。つい先ほど衝撃の判決が出まして、辺りは騒然となっております。判決を受けたのは武士の伊藤元久被告、うん、判決は無罪です。そして罪状なんですが、まさかの蚊です。頬についた蚊を叩いたために無罪の判決が出ました。これは大変な事態です。いやねえ、もうやってらんねえ。夏どうしろってんだ。さらに
桜も殺してはいけないということで水まきもできなくなるようです。気のせいでしょうか、江戸の街も埃っぽくなってきたような気がいたします。以上現場からお伝えしました。辛い蚊ああだって蚊なんて絶対殺すじゃないですか、いたらそれがいけない、うん、誰が見てたんでしょうね、はい、さっきのですね伊藤さんは城中でここはまあ叩いたんでしょうね、うん、ちょっと残ってたんですよ蚊が蚊を血が、はあ、それを同役に見られるんですね、はあ、バレたんです。へえ。でそのついてるぞと言った人も閉門処分になって、えっ どうしてその人は なんで叩くのをね阻止できなかったかと、はあ、そんなバカ叩く前にお前が止めろと、はい、そういうことなん。言いがかりも華々しいですね。皆さんもこの時代に生きる限りはですね、万が一ここに蚊が止まった時はですね、扇子などで風を起こして静かに蚊にお引き取り願うということをしないと。本当なの？ダメです、ダメです。やばい、これちょっとおかしくなってきたね、この人ちょっと今のね相当おかしいよ、だからよくこれでさ何かね暴動が起こらないなと思うでしょう。なんであんなおとなしいんですかこの頃の江戸、はい、元禄時代は非常に景気の良かったところで、当時の江戸の人たちはみんな浮かれてるんですよ、うん、生活レベルも上がって楽しいですから、だからそういうことに、ね、いちいち気が回らない、正常になってないんですよ、みんな関心を持たなくなるわけですね、周りのことに。確かに関心なかったですね、扇子振ってましたもんね。なぜここに綱吉が固執するか分かんないでしょ、分かんない。そこで今夜の特集、生類憐れみの霊、天下の子はなぜ生まれたか、将軍綱吉への母の行き過ぎた愛、出た、さっきちらっと出てました。もう一つ、犬年綱吉、そして謎の構想、なんかちょっと面白くなってたでしょ。今夜の特集クローズアップ、生類憐れみの霊は、江戸の町を混乱に陥れた将軍綱吉、お犬様を守るのじゃ。その陰には母継承院のただならぬ執念があった。お犬様を守らねば、どうか綱吉様にお世継ぎを。母を悩ませる将軍の世継ぎ問題、そこに現れたのは継承院が心酔する僧侶劉光。拙僧をお信じなさい、上様の前世は。継承院を狂わせた衝撃の一言、謎に包まれた天下の悪法の真実が明らかになる。いつの時代もまたちょっと謎めいた言葉が出たよ、上様の前世がと言いましたよ、壺を買いなさいの世界に入ってきましたね。